一江総政権は、幕末の政治動向の中心地京都において、徳川義信、松平片森、松平定明の三者により構成された体制。一総宗体制、一江総権力とも言う。この体制は、尊老上位急進派、長州藩への対抗を通じて形成され、8月18日の政変以降、尊老上位派が退調し、さらに後部合体論に基づく。 有力諸公による三安会議が崩壊した後、おおむね、吉信の将軍職就任12月までの京都政局において支配的な位置を占めた。薩長同盟1月はこれへの対抗から形成されたものである。徳川幕府を代理する立場ではあるが、江戸を離れた京都にあって、天皇の信任を得る一方、必ずしも江戸の幕閣の意向を代弁するわけではなく、 相対的に独自の勢力を形成していたとする見方からこのように呼ばれる。一へ相応と三者をまとめる呼び方は同時代にも用いられており、他に橋改造という表記もあった。研究史上最初に歴史用語として使用したのは学習院大学教授の井上伊である。大阪経済大学助教授の家金義樹が幕末期の政治状況は 従来の薩長と幕府との対立というだけでは説明できないとしてこの一位総政権と呼ばれる歴史概念を主張している。従来の薩長中心士官では見過ごされがちだが、この三者が幕末において果たした役割を再評価している。幕末期、尊攘上運動が高まりを見せ、天皇、朝廷が急速に政治的権威を高めると、 幕府の所在する江戸から離れた京都が政治動向の中心となった。特に幕府大老であった井伊直弼が1860年に暗殺されて以降、薩摩藩、長州藩、土佐藩東遊藩が中央政界への進出を伺うようになり、それに伴い総合を含む尊能上位派が続々と京都に集まるようになった。従来の京都諸次第の力のみでは過激派老子を 抑えることができなくなった幕府は、1862年、ウルー8月に、松平片森を新設の京都市護職に任命する。片森上落後の京都では、尊上運動が、ますます激しく、尊上急進派浪市による暗殺、脅迫が起こ朝廷においても、尊上急進白下によって長議が左右されるようになり、公明天皇の意向は全く無視されて直視が乱発され、 幕府に早く上位の実行を要求し、さらに1863年8月には天皇による上位申請を演出するための大和行行が企てられた。急進派が政権を掌握した長州藩も、これらと結びつき京都における政治力を強めていた。これに対し、天皇の意を受けた合津藩と薩摩藩が結託し、実力行使により、 長州藩及び三条美羅村上白下を京都から追放した。政変後の朝廷は関白に就任した二条成幸と中川宮朝彦新郎によって主導されることになる。また、10月から12月にかけて、後部が大派の島津久光、松平春学、伊達宗成、一橋義信、山内陽道が上落、松平片森と共に、朝廷三四に任命され、 朝廷の下での夕飯の国政参画が実現した。三月アズ会議は、長州藩の処分と横浜港の砂行をテーマとしていた。しかし、これを機に主導権を握ろうとする薩摩藩と幕府、一橋義信の思惑の違いが絡んで、横浜砂行をめぐって、対立、1864年2月に山内が帰国、3月には残る全員が辞表を提出して、 あっけなくが開した。3月、一橋義信は将軍貢献職を辞し、代わって新設された近利御守衛総督、石灰防御式に就任した。一旦、京都守護職を退いていた松平片森も復帰、片森の実定で、桑名藩主の松平貞明が京都諸市代に任ぜられた。ここに、一江総政権の基本的な枠組みが成立し、 金門の変を経て、提携を深めた三者は、公明天皇、二条、成行、中川宮朝彦新王の朝廷と協調して、吉信の,の将軍職就任に至るまでの京都における政治を主導していくことになる。一江総政権は、江戸の幕閣と一定の距離を有しつつ、京都にあって幕府勢力を代表する役割を果たした。朝廷上層部と着する一方、 諸藩の国政参加を極力排除して、朝廷を独占し、国政の指導的地位を確立することを、その基本的な性格としていた。吉信は、将軍貢献職に代わって、金利御守衛総督に就任することにより、朝廷に接近する一方、幕府中央との関係は、疎遠となった。幕府中央、朝廷双方に名簿を有する合図藩は、朝廷、 幕府間のパイプ役を辞任し、軍事的な面からも一へ層の中核であった。藍津藩は一貫して、西南夕藩の国政参加の阻止に努めたことにより、夕藩とりわけ、薩摩藩との対立を深め、後の王政復古による明治新政府からの排除や、母親戦争の永遠となった。1865年4月には、朝廷において武家に関する表記はすべて、 一栄総との打ち合わせの上決定するという原則が形成され、10月には三者の協力で、長年の懸案であった安政後過酷条約の直挙を獲得し、幕府老中に同志である小笠原お行、ゆ板倉克清を送り込むことに成功するなど、権力としての絶頂期を迎えた。一栄僧政権は二度の徴収政党を主導したが、1866年8月、合図、 桑名両藩の意向にかかわらず、ヨシが第二次政調を中止し、徳川宗家相続を機に諸公会議を重視する姿勢を打ち出したことにより、その意義を否定される。ヨシの建設に反発した二条が9月に一時参庁を停止し、10月には松平片森が京都市御職の辞職を申請するなど、ここに一位総政権の実質的な崩壊が明らかとなった。 一江総政権の終焉は、この体制のもとで抑圧されてきた岩倉智未ら反爆派停止にや、諸藩の活動を活性化させることとなり、明治維新を直前に控えた国内の政治状況に大きな変化をもたらすこととなった。ありがとうございます。